Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみホイップさん、胃に引っかかってるものが何か分かりました？胃に。冬瓜です。冬瓜？あの冬瓜？ダダマさん、ニムラです。ホイップホイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライスオンミーでございます。はい。まさか冬瓜知らないとは。何冬瓜って。ウリ科のね。え？野菜ですけど。ごめんなさい、これはもう本当に僕のミスです。野菜なの？冬瓜？中国の野菜？いや、ちょっと出どころは分かんないですけど、まあ、日本ではよく知られてる冬のウリって書いた冬瓜です。へぇーもう冬瓜で分かりました。知らないわ、この人。やっちゃったと思って。すみません、俺全然食べ物知らないからさ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今回はですね。うん。ライスオンミーの、普段聞いてくださってるリスナーの皆様に、私、ニムラから一つご報告を、させていただこうと。何ですか？何ですか？しらじらしいですね。実はですね、私、ニムラ、三人目の子供が生まれました。イエーイ！Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! ホイップさん、ホイップさん、うるさい。うるさい。うるさい。これあれなんですよ。僕のね、その3人目の子供が生まれたっていう話から、うん、ホイップさん今度我がことのように、そうだよ。狂気乱舞してくれてですね。俺はね、ニムラさんの1人目のお子さんも、2人目のお子さんも、3人目のお子さんも、一番喜んでるの俺だから。実父と実母よりも俺の方が喜んでっから。ニムラさんと奥様よりも。なんでだよ。やったーっつって。逆に不思議になる。お疲れ様でした、奥様っつって。どういう立ち位置でそこまで喜ぶのかもちょっとわかんなくなるぐらい、まあ喜んでくれてて。そうよ。いや、そうなんです。買ったよ。まあ、ようやくご報告できたと言いますか。ねえ。まあね、ホイップさんにはまあ、事前からね、まあ妊娠してて、うん、まあ、3人目ができたというのは知ってたんですけど、うん、まあ、最後まで生まれてくるまではちょっと黙っとこうということで、ねえ。まあ、こうようやく無事に生まれてきましたので。いやー、はい、ほっとしたわ。いやーねえ。で、実は性別が、まあ僕は今、娘2人なんですけど、うん、今回、男の子が誕生したということで、うん、ねえ、長男が誕生したということになってる。ねえ、ねえ、楽しみですよね。そうですね。ニムラさんも、うん、三兄弟ではあるものの、はいはい、妹二人、そうなんです。女系じゃないですか。そうなんですよ。で、奥様の方も、うん、姉妹二人だから、そうなんです。なんかこう、男の子が、そうなんです。家族に、うん。存在するっていうのがさ、もうほんと初めてじゃん。本当に。それぞれの両家、親戚周りも、女性が多くて、うん、本当に女家系なんですよ。で、まあ、僕らの両親って、まだやっぱりこう、本家分家とかの、こう、考え方ってまだ残ってるから、うん、やっぱこう、男の子が生まれるってのはやっぱ相当嬉しいみたいで。そうなんだ。そう。で、僕の嫁のお母さんは、最初男の子って聞いたら、うん、第一声、でかしたって言ったからね。江戸時代じゃねえんだからさ。本当に同じ突っ込みした。江戸時代って。徳川がお世継ぎ問題で悩むんじゃねえんだからさ。いや、そうなのよ。でかしたって。大名家なの。これで二村が残る残るっつって。喜んでくれたし。まあ僕ら夫婦は実は、まあ正直男も女もどっちでも良かったっていうのが。どっちでもいいっしょ。そうなのよ。で、うん、女の子だったら三姉妹でね、うん。それはそれでなんか面白かったし。面白いじゃん。男の子は男の子で今までにない、こう子供を育てられるという楽しみが出るしっていう、うん、本当にどっちでも良かったんですけどね。まあ男の子ということで。いやー楽しみだねー。ありがとうございます。本当にさー、うん、女の子とはさ、うん、男の子、精神構造が生まれながらに違うもんね。まあね。どうなっていくやら、奥様びっくりすると思うよ。ねえ、どうなっていくかね。ねえ、もう称号
ぐらいになっても、え、まだチンパンジーなのって、びっくりすると思うよ。まあね、そうですよね。なぜ、道路に落ちている木の枝を拾うの？まあまあ。そして、なぜその木の枝で街路樹をバシバシしばくの？わかるわ。なんで？そう、だから、女の子はやっぱほんとね、もう、うちの娘二人もまだね、3歳、4歳とかの話ですけど、うん、まあ、ませてるなっていう、成長早いなって思うんですよ。うん、ね。で、男の子やっぱ遅いって言うじゃないですか。ね、だからその辺もね、どうなっていくのか。ね、女の子はなんかさ、うん、もうほんとに、4、5歳でもうなんか女の子っぽい振る舞いをしてくるようになるとかって言うじゃん。そうなのよ。教えてもないのに。そうそうそう。で、実際にもう上の娘は幼稚園行ってるんで、うん、それこそその同級生の男の子とたまに僕も接点があるんでね、うん、こう触れ合うじゃないですか。本当にやっぱこう、本当にやっぱ棒とかすぐ拾ってくるし、うん、であとやっぱね、力強いなって俺思うんですよ。あ、そう。もうやっぱりこう、もうすぐパンチとかキックとかしてくるでしょ。はいはいはい。何この暴力性って。本当だよね。そう。多分、ちっちゃい男の子と触れ合ったことない人は、うん、みんな驚くと思うよ。びっくりする。何この暴力性って。そうそうそう。本能に刻まれてるさ、戦闘的な体質そうやから。あれ結構戸惑ってて、うん、そういうちょっと一抹の不安はね、どうなってっちゃうんだろうなってのはありますけど。ねえ。いやー、面白いね。どう育つだろうね。ねえ。いや、本当にさ、びっくりすると思うな。なぜそこまで強さを思考するのだって。そうだね。本当でもね、そういう、まあどういう子になるのか本当わかんないですけど、うん、まあまあ優しい子になってほしいなと。ねえ。思いますけど、ね。どうしますグレたら。どうすんだろうね、うん。どうシミュレーションしても止めれない自分がいるよね。まあ、生き方はそれぞれだからなとか、だから玉虫いろんなこと言ってる俺が浮かぶもん。だから親父はダメなんだよとか言われるよ、そういうこと言うと。そうだなーとか言って。中3ぐらいでさ、190センチのゴリゴリマッチョのヤンキーになったらどうする絶対勝てないし。そうだね、うん。でももう俺その時に自分ができる腹いせって、うん、もうこういうとこで喋るってことだなと思ってる。もう晒すっていう。いや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 、陰湿。そういうところが家庭内暴力につながるよ。全然家の中で引き止められる自信がないよ。そういうことになっちゃった時に。やだな、息子にぶん殴られる父親やだな。そう、でもね、生まれてきた時に、うん、まあ、今回そのコロナの影響もあって、うん、実はなかなか立ち会えてないんですよ。なるほど。で、うちはもう一人目が帝王切開だったんで、うん、そうすると二人目三人目っていうのは自然と基本的には帝王切開になるもんですから、うんうん、今回も帝王切開だったっていうのもあって、まあこう生まれてきた赤ちゃんと、まあ最初ちょっとだけ会って、うん、で、こう頭のサイズとか身長とか測る、そこだけ僕は見ることができて、うん、もうあとそれ以来、一切立ち会えないっていう条件だったのね、うんうんうん。はいはいはい。で、生まれてきた赤ちゃん、これ生まれました、無事生まれましたよ、つって見せてもらって、うん、その時に、今回3人目で初めて、あ、この子は自分の子だって。すごいこう感覚的に、おうおうあ、もう絶対この子だ。この子は俺の子って思ったことがあって、うん、まあ同じ男の子だからと思うんですけど、うん、それがね、おちんちん。うんうんうん。おちんちん見た時に、あ、俺だって思ったんですよ。へぇー。これ、うん。赤ちゃんのおちんちんなんてさ、うん、目視できるレベル？いやいや、全然、その、本当に豆粒みたいな、おちんちんでしょ？そんなことないです。もうちょっとちゃんとはっきりありますよ。あ、そう？ちゃんとおちんちんっていう状態でありますけど、うん、まあでも言っても赤ちゃんのおちんちんなんだけど、うん、パッと見たときに、あ、自分のと同じだって。形が？形が。え、でも、二村さんのおちんちんって、三つ股に分かれてるじゃないですか。うん、あ、ごめんなさい。キングギドラみたいな。あ、ごめんなさい。一つ首です。あ、一つ首だっけ？え、見たことある？三つ股の人。うん。で、三つそれぞれ意志を持ったように動くっていう。俺、絶対公共の温浴施設行けないよ。あ、うん、そう、形が似てるの？似てる。今で言うと、うん、自分がすっごい寒くて、うん、縮こまりきったのと似てたの。あー、なるほどね。収縮に収縮を重ねた自分のと、うんうん、その時の自分の形 と、と似てた。へー。でも本当に今までの娘二人見た時は、
まあ一人目なんか特にね、初めての子だから、うん、自分の子って言われば、なんぞ、こう、生まれてきたことに対する感動とか強くて、あんまりこう、自分がとか、あんまなかったんだけど、うん、二人目の時もあんまそんな似てるとかってあんまなかったんですよ。うん、今回に関しては、その陣地見た時に、あ、俺の子。俺だって。もう絶対この子俺の子だ。で、ふわっと思ったね。おちんち三つ股に分かれてる。絶対俺の子だって。それは確実すぎるけど、うん、三つ股だったら、あーってなるけど、違うから。違う。一つだから。一つ首。皆さんが想像するおちんちんだから。そうそう、まあでもそういう感じでしたね。パッとわかるんだ。顔立ちみたいなのはどうなの、うん、似てんの？どっちかっていうとやっぱりね、嫁寄りなんですよ。あ、そう。目とか、その感じはちょっと嫁っぽいなって感じで。あんまり僕自身は、自分に似てるって感じはしなかったんですけど、うん、そう、ただもう嫁の方が写メをいくつか送ってきてくれてて。写メって。20年前からタイムスリップしてきたんか。写メでそんな言われる。俺も言ってちょっとハッとはしたけど。写メるって。写真送られてきて、うん、見たとき、寝顔が似てるっつって、嫁が。僕に嫁似てるって言われて、確かに寝顔は僕と同じようにちょっとこう口開けて、うん、こう、上顎で寝る感じとかは似てるなみたいな。そんなのはありましたけどね。二村さんもさ、うん、でも結構さ、体格大きいじゃないですか。はいはいはい、その赤ちゃんも5万5千キログラムぐらいあったんですか？ないですね。5万5千グラムぐらい。いや、違います。3122トンかな。ああ、トンか。トンだった。めちゃめちゃでかかった。これはキングギドラ説あるぞ。ねえよ。キングギドラも多分それぐらいの。なんでうちの子キングギドラにしてんの？三つ股とかさ。いや、実際でも3000グラムぐらいで。でも指が長いとかっていう話で、それは僕にですかね。あ、そう、うん。多分大きくなってきたらさ、どん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 この形質似てるなってあるだろうね。あるよね、うん。そうですよ。どんな子に育てたいとかあります？いやー。まあ、あんまり、結局思い通りにはいかんのでしょうけど。そうなの。そうなの。だから、あんまりね、明確な、こういう子になってほしいって、本当になくて、うん、もう、素直に、単純に楽しく笑顔で家族で過ごしてる中での成長でいいよっていう感じ。うん、だから、何やりたいかも別にこっちから指定するつもりもないし、うん、やりたいことやって、なんか楽しめばいいじゃないっていう。キャッチボールはでもさ、したくない？やりたいんだよ。それさ、男の子だからさ、やっぱキャッチボールとか今までね、うん、スポーツやりたいじゃん。俺、イップスじゃん。あそうか。怖いよね、今から。そうだね。直しとかないと。俺、息子とのキャッチボールでボール床に、地面にバーンと叩きつけて。お父さん。どうして？ごめんな。お父さん、イップスなんだっていうのは、悲しいよね。悲しいね。それは悲しいから、ちょっとなんとか克服してやりたいなと思ってますけど。いやー、楽しみでしょうがないね。大きくなってくれるのが。いや、でもホイップさんもそうやって、ほんと手放しで喜んでくれて、うん、でしかもなんともね、もうこの生まれてすぐなんですが、ホイップさんすぐに出産祝いを送ってくださいまして。うん、もちろんですよ。こちらなんと、チャイルドシート。うん。ありがとうございますもん。とんでもございません。これはもう本当に素直にありがとうございますですよ、うん。で、これ最初にね、ちょっと夫婦でこれは笑ったんですけど、うん、まあ、ホイップさんにこうね、無事生まれたよって LINE を送ったら、まあ、おめでとうございます、嬉しいって来て、で、出産前何か送りたいんですけど、うん、何がいいですか？ 10 万円までは準備しますって言ったのよ。高額すぎないつって。なんで捧げすぎじゃない二村家にと思って。命の誕生には10万でも安いぐらいですよ。いや、びっくりしたよ、夫婦で。で、現金でもいいですって言って、10万じゃよこすってことと思って。そうだよ。夫婦でドキドキしちゃって。うん。いやいやいや、つって、いや、もうチャイルドシート、じゃあ、わがままですけどくださいって言ったらもうすぐ送ってきてくれてね。うん。6000円ポッチのチャイルドシートよ。安っと思っちゃった。いや、いいんですよ、それで。うん。いや、まあ、でもいいの？確かに闇雲に、じゃあ、おむつでしょとか、うんうん。おむつも結構種類あったりするからさ。そうだよ。生まれたら、じゃあ、おむつでしょっていうのもちょっと違ったりするのよ。確かに出産祝いって。うん、そう。いやー、うん、これ、うちの子嫌がるんだよな、とか絶対あったりするし。そう、結構あるからね。だから結構そこはね、闇雲にただ送ってくるわけじゃなかったっていうのは、ありがたかったし。うん、まあ、あと、もう3人目だから、大体揃ってんだろうとも思ったし、うんそね。それはそうですね。うん、ですから。現金最高よ。なんか意味違ってきちゃってるけど。現金最高。何にでも変えられるんだから。貯金もしておけるんだから。まあ、そうだね。
まあまあ、でもそれはもうお気持ちだけでいただいてますんで。いやー、本当によかった。ね。もう、俺も気が気じゃなかったっすよ。いや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 。この1ヶ月ぐらい。いよいよ生まれる。そうなんだよ。頼む。無事で。そう。無事でいてくれ。本当、生まれたよって LINE 送った時の保育さんの返しが、自分の子生まれてテンションだったもんね。やったーっ逆にちょっとやめてって思ったけどね。なんでだよ。なんでだよ。で、そんなに喜んでホイップさんがね、うちの子に会うと泣かれるっていうね。愛情伝わんないよ。全然受け入れられてないっていう。いや、でもね、母子ともに落ち着きましたら、絶対会わせていただきますんで。まあ、そうですね。本当にね。株主の特権ですわ。何の株券買ってんだよ。まあでもちょっと3人目できましたんで。はい。まあたまにはライスオミーでもちょっとあったかいニュースをお届けしようと思って。いやーいいね。本当にいいよ。一服の清涼剤だよ。毎回毎回さ、ドブみてえなやるせない話して。こういうのたまにないと。たまには皆さんにちょっとほっこりしていただいて、ね、ぜひ皆さん応援コメントお祝いコメントいただけたらなと思います。いやいや、少しいただけたら嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、ぜひですね、チャンネル登録そしていいねもよろしくお願いいたします。以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。